ナルチームのベスベロで改名4人あるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ全員的中マジあるよ、これ。オッケーオッケー、うわー、さあ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 、前半戦を見てない方は来店チャンネルさんを概要に貼っておりますので、ぜひこちらからご覧ください。お願いします。お願いします。後半戦バトルしていきたいと思うんですけれども、はい、今ですね、お二方がすごくトップに立っているので、まあ、お二方を置いといて、私たちも負けないように頑張りたいと思います。おー、出ちゃうよこれ。ちょっと優しめの、ちょっと優しめのやつで、そう、ちょっとは笑ってください。ちょっとは笑ってほしいな。これしないと映らないんで、一応自己紹介もいいですか。あ、そうか、はい、帽子遅れました。来店チャンネルの坂口です。よろしくお願いします。はい、同じく来店チャンネルの甲斐です。よろしくお願いします。私どもがですね、デチャウというパチンコホールさんを紹介している雑誌とかウェブサイトをやっておりまして、私は編集部員の電職花尾と申します。お願いします。お願いします。はい、そして同じくデチャウ編集部員のニャンパスです。よろしくお願いします。後半戦も私たちも負けずに頑張りたいと思いますので、はい、イケメン。なんか作ってますね、こっちの。いい大人出してますよね。ちょっといい大人。まあまあまあ、やっぱりその圧倒的な差がやっぱりつきすぎてるんで、あ、後半はね、僕らはちょっと自由に、ちょっともうちょいちょっと大人の余裕をかました感じの回目で、はい、まあ、BTS みやきチャンネルさんの方の取れ高に貢献しようかなと、そう思ってます。はい、あと BTS みやきチャンネルチームなんですけど、はい、一応今日初登場なので、はい、ご紹介します。お願いします。そうだ、すみません、初登場の真帆です。よろしくお願いします。真帆さん、真帆さん、急遽昨日の夜9時に出演、はい、決まりました。急遽ですね、本当に急遽、ただの一般人です。一般人参戦一般人なんかそういうモデルさんとかではないじゃないんですよ、本当にそこら辺に、そこら辺に電話ってきたんじゃないですかね。入っちゃダメなんじゃないですか。ほんまに。続きまして、はい、元 HKT48 の駒田ひろかです。お願いします。うわぁ、 元アイドル来ちゃったよ。てっきりお知り合いかと思ってました。元々お二人、全然今日も始めます。今朝来るまで。お二人知り合いなんですか。知り合い、知り合いじゃなかったらどうします、この服着て。カルターとかいうレベルじゃないですか。制服なんですよ。あ、そう、会社の制服、ずっとデニムなんですよ。メガネ、メガネ、メガネはコーさんから出てます。今回のために合わせてきた。ああ、そうそうそうね、うんうん、それは全然聞いてない。全然聞いてない。渾身のボケじゃん。チャンネル登録お願いします。します。それでは後半戦も頑張っていきましょう。おー、おー。それでは来店チャンネルさんの方から発表お願いします。はい。自分は314の3連単3000円また今回も買わせていただきました。それなんなん、好きな。いや、でもこう一点勝負、男なら一点勝負だ。そういうことね。はい、で、まあ私は大村っていうのが結構インが強いイメージなので、まあ、1頭で23の356を買ってます。あとは万張りしてない。万張りしてない。しろよ。万張りはしてない。今買ってこいよ。初日の第一レースということで、まあ、分かんないこと多いから結構点数多めに買いました。でフォーメーションで、1着が13で2着が134で、3着は流しました。でちょっと13のとこだけ売れてたので、そこだけ足して500円買ってるので合わせて1万円、はい、私たちは、まあ、123をちょっと2つに持ってきて、まあ、45が来たらいいなっていうので1つ予想してるのと、あと3番の方がすごい若手の若いイケメンそうなのレースいきましょう。あー、イケメンな感じですいません。あ、見たい。
レース行きましょう。ブサイクル。解散ですよ、あんまり。そうですね、これです。始まった。始まりました。咲いてるよ。オッケー。咲いてる。もうまくっちゃって。まくれないか。いや、残る。あ、待って、残ります。あ、でも3。ここの、あの、2ターン目が、第2ターンマーク目がうねるんで。よし、オッケー。待って、まだわからん。4がいい。いやー、3でいい、3でいい。3がなんとか、あ、でもこれさすがにいいやな。いや、まだわかんないです、ここ。オッケー。3でいい。いやー、ここにやるよ。いやー、これあるよ。俺、あるよ。お願い、お願い。いや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 。あとライトライト。え、マジ？フルートの伸びでそんなことない。いや、1-2でしたね。四か三。どっちだろう。どっちかも。1-4。頑張れよ。俺ら三、三の方。1-3。1-2-4と1-3の差。いや、どう？しかない。4じゃない。いや、待って。2個目のレースはコンさん的にどれが来ますか？1-3-3-1-3-4なんやけど。1-3-3-1-3-4。はい。だからその中でもうあなたが絞りなさい。じゃあ1-3-5-3-1-5。1-3-5-3-1-5。3-4-5あたり。3-4-5。うん、もう当たりだなそれ。決まった。さすがだな。うん、それでいいんじゃない？わかりました。あ、そろそろみたいなんで、じゃあ1500円。今一応2位なんですよ。はいはいはい、かけます。200円差で来店チャンネルかけてる。うわ、200円差220円差220円差。1-3-3-1-3-4も入れました。あ、で、3着が6。はい、6も入れました。あ、いっぱい買ってるんだね。はい、うん。だけどさっき5って3着言ったけど、うん、ね、俺が言ってた山本浩二は6やね。はい、6入れました。はい、はいはい、OK、 頑張ります。チャンネル登録お願いします。結果発表。はい、私の方から発表していきます。はい、じゃあまず第2位、はい、体験チャンネル、はい、
まあまあまあ。ママ演奏士の回収が5220円、はい、回収率 10.5% です。 10.5% いいお客さん。続いていきます。こっからよ、大事なのは。どっちだ、どっちだ、どっちなの、どっちだろうな。次に BTS200 チャンネル。おお、5万円投資の3万200円回収の、はい、あ、でも 60.4% ですね、回収率。おお、最後のレースが大きかったんですかね。だって途中まで一緒でしたもんね、10分間って言ってましたもんね。接戦でしたかもしれない。そして第1位が、はい、デチャーズアンチームです。5万円投資の52,200円回収の 104.4%。 すごい、超えました、100%。やっぱあのマンバリが効いたね。そうですね、そこがもう、あの見てない人は前半見てください、はい、素晴らしいレースだったんで、はい、前半の来店チャンネルを見てください。お願いします。で、何でしたっけ、何があるんでしたっけ。そこから来店チャンネルさんの方に罰ゲームをお願いします。これはしょうがないわ。1だけじゃないですか。確かにですね。だって1位、2位、3位ってあるわけですもんね。1位だけじゃない。1位は確かプラスなのってデチャーさんだけですよね。はい、当然、はい、うん、いや、マイナスは立ってきてるんです。嘘や、かわいそうっすよ。用意してるんですって。大丈夫ですか。大丈夫ですか。頼み方があるって。罰ゲームしてくださいですか。じゃあちょっとこちらのコスプレを罰ゲームでお願いいたします。お願いします。まだ図が高いやん。ええ、ね、そうですね、もう一つ多い。まだ図が高い、もう一つ多いですね。お願いいたします。お願いします。お願いします。なんかこっちが恥ずかしいんでやります。じゃあ、はい、やります。お願いします。もうちょいです。よし、何これ。はい、じゃあ2人が着替えてる間、はい、お前らはお湯の準備と極激辛ファイナルありますんで、罰ゲームで。 YouTuber がなんか30秒ぐらいで食べたらしいけど、それ記録ちょっと超えてます。 OK です。もし、あ、OK です。お願いします。振り返っていいですか。どうぞ。はい、おい、うわぁ、かわいい、すげぇ、すげぇ、そんな感じなんだ。恥ずかしい。すげぇ、ピチピチじゃないですか。ちょっと、ぐるっといいですか。シュー、あ、いいですか。あ、うわ、プラグスだ。あ、あれだ、そのものだ。すげぇ、すげぇ、これもう、逆に反応に困っちゃうやつね。ちょっと、際どいからね。申し訳ないです。申し訳ない。最下位なのにね。そうそう、ありがとうございます。ご褒美もらった感じの。逆にこんなお金をかけた罰ゲームでいいのかしら。あ、ちゃんと耳のこれとも。あ、そうそうそう、すげえ、そう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 、すげえ、クオリティ高いですね。クオリティ高い。じゃあ一応このまま、あの激辛焼きそば、このままこの状態のままで、この状態のまま応援したいと思います。やった、応援してるんだって。嬉しい。食べないといけないですね、はい、ここまでやっていただいたんだったら頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。まあ、一応のお二人、長瀬さんのご要望で、はい、わざわざこのコスプレ、うん、罰ゲームで受けていただいたんで、うん、あと二人からご要望というか、長瀬さんも食べてもらえますか。ちょっとお願いしていただいて、長瀬さんにちょっと、そうですね、ちょっと二人でじゃあちょっといいな、いいな、羨ましい、羨ましいな、羨ましい。ゲート扱ってお願いされだったら、はい、これで、あ、ゲート、田中さん、田中さんも東京激辛に一緒に乗ってくれませんか。バカ、出撃だ。おい、おい、お願いします。それも東京激辛、いきもう一回置いて、はい、飲んで、よいしょ、いけ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 るいけるいけるところまでいけよ。すごい、意外にいけるの、追いつかれてない、まだ辛くないんだ、辛くない、辛くないやつですよ、多分。
まいわこれ。ほら、うまいって、うまいって。めっちゃ泣いてるよ。美味しそうよ、ほらほら。泣くほどうまいって。ほら、泣くほどうまいって。マジか。いって。あー、やった。美味しいやつなんだ。めっちゃうまいわ。あ、じゃあご褒美じゃん、これ。いただきます。これ。あ、これ全部だ。いただきます。全然いい。美味しそう。うまい。じゃあ最後、玄道さん。おっ、来た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 。ちょっと、待って、まだ食べてないじゃん。まだ食べてないじゃん。食べてないって。食べてない。早く食えよ、おい。早く食えよ。ちょ、メガネ赤くなっとるよ、これ。お、すごい。お、玄道さんすごいやん。とんでもないお店で申し訳ございません。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。最後三福さんが。いや、お、しびれだ。多分カットです。